界崩壊まで誕生することのできなかった盾ごとの勇者アガタ。盾ごとの化身の力を借り、終末を迎えた世界を再生させ、炎の国では鍛冶屋たちが悪魔に対抗しうる武器を作ろう、土を抜き、アガタは初めて触れた鉛の重みに何かが沈んでいくような感触を。プロジェクトウズが送る長編ファンタジー第2作目 SP 水曜劇場に登場。ご期待ください。